今日は紹介するのがこのティントバーっていうカラー剤なんですけど、このティントバーっていうカラーを今日紹介したいと思います。こんなティントバーの、パンフレットがすごくシンプルに作られてて、カラーチャートがこんな感じ。今ある色がね、ちょっと限られてるんで、それでちょっと検証してみました。はい、それもちょっと後で説明したいと思います。ランレベルとかっていうのがないんですよ。で、結構まあ僕なんかあのレベル、もともとですねアクセントカラーだけ使うんで、何番のカラーとかってあんまり僕使わないんですよね。で、ピールメッシュとか、あと最近だとステップカラーストレートとかですね、ステップカラーストレートとかピールメッシュとかっていう、まあ独自のやり方があるんですけど、基本的にカラー剤の何番とかっていう感じであんま使わなくて、色をこうマニキュアみたいな感じで、使うやり方なんですよ、普通のカラー剤を。なのでちょうど結構これドンピシャかなっていうことでですね、で早く言ってじゃあ何が違うのかなっていう部分をまあ皆さん知りたいと思うんですけど、まあ、僕が自分で検証した結果の感じで言いますと、決してこれマニキュアでも塩基性カラーでもなくて、なんですよね、成分を見た感じだと。はい、通常のカラーなんですけど、このカラーの、特徴としては、まず、カプラーと、ニトロ染料の方を多くして、でより色をこう高明度に出せるような感じにしてる、綺麗に出せるっていう風にカプラーとニトロ染料の量を多くしてるって感じですね。あと僕結構ねモルトベーネさんのスローカラー好きな理由として、なんかサラッとしてるんですよね。で、あと傷まないんですよあんまり。で、まあ一応抜けが早いとか、まあいろいろなことあるんですけど、まあ色ってもともと抜けるんで、逆になんか油分油っぽいカラー剤とかも、まあメーカーちょっと言わないですけどあったりとかして、で、まあ確かに色はすごく入るというか、まあ持つんですけど、なんかそれって傷むんじゃないかなみたいな感じもあったりとかして、結構粘土柔らかめの方が僕は好きなんですよね。粘土イコール硬い、なんか傷むんじゃないかみたいな感じがどうしても、油膜が残ったりとか、なんか残留しちゃいそうな気がしてすごい嫌なんですけど、結構このモルトベーネさんもこのティントバーもすごいサラッとしてるんですよ。でこれ自体が油分がいろんな妨げになるんで、水分量を多くして作ってるっていうのが、まあ、このティントバーの特徴みたいで、あと、まあ、浸透させるのにですね、まあ、グルタミン酸みたいなこうアミノ酸系のもの、ちょっと浸透性高めるのに入ってたりとか、まあ、あとゴア付きですよね、あの加水分解シルクとか、まあ、ゴア付き取るのに入ってたりします。なんで結構ハイトーンに入れたらめっちゃ綺麗だと思うし、ブリーチのね結構ハイトーンに入れると綺麗だと思うし、今回なんかグリーン系も結構多くて、あと気になったのがオレンジが気になりましたね。結構タイガーリリーってやつだ、タイガーリリーってオレンジすごい気になります。これですね、ちょっとうちないんですけど、まだこのタイガーリリーっていうのがすごい気になります。あとインディゴブルーとか、これは検証してます。結構気になりますね。なんかこのカラーチャートだけ見るとマニキュアみたいに使えるんで、もう色として、使っていくっていう感じがすごく僕は好きで、いいかなと思ってます。で、使い方としては、例えばですけど、これのね、ティントバーの、こちらのやり方から見ていくと、例えばスローモノトベールのスローの A8 とかに3:1で混ぜたりとか、まあ、補色みたいな感じで使っていくみたいですけれども、僕は単体で使おうかなと思ってます。まあ、いろんなうちのね、ピールメッシュとか、あとステップカラーストレートとかですね、その辺は、あんまレベル関係ないんで色で使っていくので、基本的には色で使いたいなっていうふうに思ってるんで、あんまりブラウン味もいらないかなって感じですね。なんでちょうどこれぴったりきててすげえいいなと思ってですね、ちょっとね動画分かりづらいんで申し訳ないですけど、インディゴブルーと
パーフェクトシアンっていうのと、サワーグリーンっていうのがちょっとあるんですけど、これですね、こちらで、インディゴブルーはまあ結構この青っぽい感じのやつで、その中間がパーフェクトシアンなのかなと思います。ちょっと青みがかったグリーンで、これはまあ鮮やかなグリーンなんですけど、はい、じゃあこの元々あるスローカラーのブルーとグリーンとどう違うのかなっていうのを検証してみました。で、ちょっとこれティントバーの、まあ、製造メーカーさんには申し訳ないんですけど、もっと綺麗な色出てるんですよ本来は。で、これちょっと今色ボケちゃってる理由としては、1週間後どういう色になってるかっていうのをちょっとやってみたかったんで、退色した状態をあえて作ってみました。1週間後とかの退色具合を作ってみました。で、まあ、本来ねもっとねビビッドな綺麗な色がドンドンドンって出てたんですけど、実際この染めてる菌自体はブリーチも、ブリーチ12トーンのカラーに、12トーンのベースに染めております。はい。で、実際ですね、もっと綺麗なこう鮮やかな色出てたんですけど、1週間後の退色した感じを作りました、あえて。はい。でどんな感じに退色するのかなっていう部分ですね。でね、結構このインディゴブルーがめちゃめちゃ僕好きだったんです、好きなんですけど、すげー綺麗な色が、ちょっと分かりづらいのが申し訳ないんですけど、このインディゴブルーめちゃめちゃ綺麗です。で、退色した具合の1週間後の退色具合が、なんて言うんでしょうね、ちょっとバレイヤージュとかにすごく使えそうな感じの色なんで、これ薄めて乗っけてもいいのかなっていう感じ、ですね。よくインスタグラムの、バレイヤージュのバックショットとかあるじゃないですか、あれにすごく使えそうな色かなと思います。で、これはもともとあったスローカラーのブルーなんで、じゃあどういう風に違うのかっていうと、まあ、このブルーもね僕非常に好きで、スローカラーのブルーも使うんですけど、ブルーとまた色味がちょっとね違うんですよね。ちょっとスモーク寄りなのかなって感じもします、これがね。スモークっていうのは、まあ、検証ちょっと今してないんですけど、これでは、はい。またスモークともねちょっと違うんで、絶妙な色加減が出てて、これ退色した時もめちゃめちゃ綺麗です。で、このブルー、スローのブルーもこれ退色した時すげえ綺麗なんで、おすすめなカラーなんですけど、ベージュっぽくなるっていうんですかね、結構綺麗な感じです。はい。ただまあこの2つ似てるかなと思ったら全然違いました。はい。で、パーフェクトシアン、はい、パーフェクトシアンとこのグリーンが若干似てましたね。はい。退色した感じ、染め上がりは全然違うんですけど、退色した時はちょっと似てるかなと。スローカラーのもともとあった、アクセントカラーのこのグリーンとパーフェクトシアンがちょっと似てるかなっていう感じがしてます、色の感じからすると。ただこう光にかざしてみるとちょっと違うのが、やっぱりカプラーとニトロ染料を多くしてるんで、色がやっぱ鮮やかですね、こちらのティントバーの方が。で、このサワーグリーンってやつが、またまたこれがね面白いグリーンの色が出てて、オレンジっぽいグリーンっていうんですかね、なんかそういう感じのグリーンが使えるんで、グリーンって結構アッシュとかやると結構グリーンっぽくなっちゃうんで、結構グリーン嫌われやすいんですけど、あえてこれはね狙ったグリーンというか、サワーグリーンはちょっとオレンジっぽい感じですごく綺麗な発色してます。はい。またこのもともとあった、スローのグリーンとはちょっと違うかなって感じですね。はい。絶妙な感じですね、このパーフェクトシアンも。なんて言うんでしょうね、これで見るとね多分このグリーンと変わらなく見えるんですけど、結構違います。はい。なんか全部に共通するのは、なんかベージュっぽい感じというか、退色した時ベージュっぽい感じにまあ抜けてくるから、結構いいかなと思います。はい。なんかこう余計なブラウンがない分、透明感は間違いなく出てるんで、透明感がありながら色が抜けしてくるっていう感じなので、あんまりこう色、もともと染めた時は結構暗かったんですよ。ですけど、まあ、そのカプラーとニトロ染料のまあ濃さで暗くなってるんですけど、その分ね色抜けがすごく遊べるかなと思います。多分
従来のやつよりもブランがない分色抜けすごく感じると思うんですけど、多分それは逆にこれの売りかもしれないですね。その抜けた具合を見てまたこう色のチェンジでなんていうのかな、退色具合でまた遊べるというか、なんでまた次回色をね変えたりもできますし、退色を楽しむっていう部分で考えたら面白いかなと思います。はい、そういうのをまあこうプラスに考えていければ非常に面白いのかなっていう感じなんで、まあ例えばねこれ色濃くしたいっていうかブラウン見入れたければナチュラル、スローのナチュラルとか混ぜちゃえばいい話なんで、ただ僕はもうこれ単体で使えるように、と思ってます。で今日もねスタッフとちょっといろいろ話したんですけど、なんかカラー剤多いんじゃねえかっていうことで、もっと自分らでカラー剤を作ろうぜっていう話に今日、なったんですけど、カラー剤が極端に多かったんで、うちも結構たくさん棚に入ってる状態なんで、もっとシンプルにカラー剤を自分でじゃあそのメイドの明るさを作ったりとか、じゃあそれこそ白髪染めなんてブラウンとかあったらそれ混ぜちゃえばいいんじゃないかみたいな、白髪染め作れるんじゃないかなって。ファッションカラーと白髪染めの違いってそんな僕はないって思ってるんですけど、ブラウン味の違いだけで、よく白髪染めは白髪染め、ファッションカラーはファッションカラーみたいな考えが結構あったりもするんですけど、僕はあんまそういう考え好きじゃなくて、白髪染めとファッションカラー大して変わんないんじゃないかなって思ってます。昔の白髪染め結構赤みが入ってるやつとかはちょっと色抜けしづらかったりとかあったかもしれないんですけど、最近の白髪染めの傾向としては赤みをねちょっと極力抑えた感じの白髪染めが多かったりするんで、ファッションカラーになんかちょっとブラウン混ぜて白髪染め作ろうぜぐらいの感覚でいいかなと思います。僕はそう思ってるんで、でカラーのレベルもライトナーで調節もできますし、そういう感じで調節していけば果汁在庫っていうのがなくなると思うし、もっとカラー剤の棚がシンプルになるんじゃないかなと思います。もうなんか楽しちゃうとやっぱ知識も伸びないですし、全部頼っちゃうじゃないですか。8番とか9番10番とか6番とか絶妙なカラーのね配合されている部分もあるんですけど、自分で作るのが一番勉強にもなるし、でもお客さんのアンダーレベルとか全然人それぞれ違うと思うんで、それに合わせて細かく作っていけた方がいいと思うから、既製品を使うんじゃなくて自分で作っていくっていう時代に変えていけた方が面白いのかなっていうふうに僕は思ってます。はい、で自分が気に入ったカラーをたくさん取れば、なんか途中でカラー剤なくなることもないし、シンプルにできるしね、いいかなというふうに思ってます。はい、ということで、このカラーのね、これちょっと分かりづらくて非常に申し訳ないんですが、こんな感じにカラーの検証をしてみました。いろいろね、赤み系の色とか、ちょっと試していきたいなとか思いますね。はい、このベリーベリーピンクっていうのも、ピンクって結構意外と、皆さんもねカラーやられると思うと思うんですけど、なんかあんまりはっきり出なかったりとかしませんか。結構なんか赤でよかったんじゃねえかなみたいな、結構その中途半端なピンクって発色が微妙に、すごいクリアな紙にやればいいんですけど、そうでもない、例えば今の僕のこの紙にピンク入れてもあんま綺麗に出ないんですよ、結構濃いやつじゃないと。なんで多分このベリーベリーピンクって結構濃いんですけど、これぐらい濃さがあってちょうどいいって僕は思ってるんですよね。結構いいかなと思います。なんでちょっとその辺も楽しみだなっていうのが、思っております。はい、ということで、メリットとしては結構サラサラしてるんで、結構硬いカラー剤僕好きじゃないから、自分の意見で申し訳ないですけど、結構このスローカラーって絶妙なんですよね、硬さとかが。それと同じような感じで、これもすごく使いやすい粘土になってます。僕オンラインサロンってやってるんですけど、そのオンラインサロンで、この辺のカラー使ったのもちょっとやっていきたいなと思ってます。ちょっとまたね、
今いろんなカラーのねオリジナル方法とかが今どんどんできてきてるんですけど、まだあのオンラインで公開してないこともたくさんあるので、今レッスンで結構ね40近く今レッスン行ってるんですけど、内容としてはね1ヶ月に3回配信してます。僕は1ヶ月に3回10日おきに発信して、で大体1回に動画2個から3個ぐらい入れてるんですね。で最初の頃はでも1時間ぐらいの動画とかもあったりとかして、結構内容濃すぎてみんな見づらいかなと思ってるんで、最近は15分とかの動画にして、それを2個とか3個とか入れてるようには心がけてるんですけれども、それを1ヶ月に3回配信するっていうのをやってます。それを今レッスン40ぐらいがあるんで、結構今、もうかなり長くやってるんですけど、そういう中でまあオリジナルのカラーとか、パーマとか矯正とかカットとか、いろんなものをちょっと発信してるんですけど、まあ、その中でもね、このティントバーのカラーをちょっとまあ使ってですね、ちょっと面白い遊び方をしてみたいなというふうに今後思っております。はい、ということで、ちょっと検証結果、退職したやつで、まあ本当はねもともと染め上がり見せた方がいいかなと思ったんですけど、染め上がりはまあこっちのチャートを見ていただければ、やっぱ退職した色みんな気になると思うんで、あ、ここまで退職するんだなとか、退職した時こんな 色が綺麗なんだなっていうの方が、美容師の検証としてはいいかなと思ったんで、ちょっとね、あまりこう映えないような検証結果なんですけど、リアル系にちょっとやってみました。はい、なんでちょっと今後の可能性に、相当ね、これ使えるんではないかなというふうに思いますね。はい、まあなんといってもこのパッケージが可愛いというのがちょっとなんとも言えない、ずるいですねこれね。はい、可愛らしい。はい、ということで、はい、またいろいろ検証していきたいと思っております。ですので、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。あと YouTube の方も、実際今 YouTube ですね、動画 SD、今はね、ハードディスクが 2TB が2つぐらいもう埋まってる状態で動画がアップできてない状態なんですけど、ちょっとオンラインの方に結構アップしてるんで、YouTube が今ちょっとね、そこで使えそうな動画とかをちょっとずつアップはしていきますので、